ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だけど、霊夢はグルメか？西郷隆盛がスイカ好きだったように、アインシュタインが牡蠣好きだったように、美味しいものは私も好きだぞ。霊夢は全ての知識が歴史と紐づいているんだな。てへ、グルメなら、ミシュランって知っているだろ？ミシュラン、タイヤメーカーだな。なぬ？なぬなぬ？星3つとかの、あのミシュランだぞ。わかっているぞ。だから、タイヤメーカーだな。なぬ？なぬなぬ？あ、マリサは、もしや、ミシュランガイドがどうやって命名されたか知らないな？おう。もちろん、知っているぞ。ミシュランガイドの発行元はミシュラン。1889年にアンドレとエブアールのミシュラン兄弟が、自身の名前を冠して創立したフランスのタイヤメーカーだ。現在も世界最大級のタイヤメーカーだが、そのミシュランが1900年8月に発行したのが、ミシュランガイドだ。おう。そうだな。当初、ミシュランガイドは、あくまでドライバーのために作られたガイドブックだった。当時はまだ車がほとんど普及していなかった時代で、ドライブといっても今のような快適なものではなかった。ガス欠、車両故障、もちろんタイヤだってパンクしてしまう。そういった車の置かれた状況に、ミシュラン兄弟がもっと楽しく車を運転してもらいたい、遠くまで快適にドライブしてほしい、と考えて作られた。タイヤの修理方法、ガソリンスタンドや自動車修理工場のリストの他にも、ドライバーが食事を楽しむレストランを評価付きで紹介。これがミシュランガイドの始まりとなった。つまり、あの星3つなど名店を紹介するミシュランは、タイヤメーカーのミシュランが命名の由来だ。マリサは、もちろん、知っていたよな？おう。命名ということで、今日は、命名にある思いが込められた特攻兵器について紹介するぞ。特攻兵器？人間魚雷と言われた特攻兵器だ。人間魚雷？その開発秘話とともに解説していくからな。ということで、ゆっくりしていってね。点を巡らし戦局を逆転させる。そんな意味を込めて語られた特攻兵器がある。点を巡らし。靖国神社の優秀館の1階に、約15メートルの巨大な魚雷が展示されている。人間魚雷とも言われた特攻兵器。点を巡らし戦局を逆転させる。回転だ。点を巡らしから、漢字に文字を取ったんだな。回転は、太平洋戦争で大日本帝国海軍が開発した人間魚雷で日本軍初の特攻兵器。特攻部長大森少将が幕末期の軍艦回転丸から取って命名したと言われるが、開発に携わった人物は、点を巡らし戦局を逆転させる、という意味で回転という言葉を使っていた。開発に携わった人物。かなりの大御所か？いや、22歳の若者だ。そんなに若い方なのか？開発者の方の話は後でじっくりするからな。ラジャーだ。人間魚雷と呼ばれた特攻兵器回転。だが、その元となった魚雷は93式酸素魚雷だ。93式酸素魚雷？93式酸素魚雷は、艦隊決戦型の駆逐艦、巡洋艦用に採用された超大型魚雷だ。直径61センチ、重量 2.8 トン、索約量 780kg、時速約 90km で疾走する無航跡魚雷で、40ノットの高速でも 30km 以上の射程を持つ優秀な魚雷だった。1ノットは 1.852km だから、40ノットって 74.08km。早い。この魚雷は1933年に正式採用されているが、93式という名称は後期2593年の末尾に桁数字によるものだ。ゼロ戦は後期2600年正式採用だったからゼロ戦だったな。ゼロ戦の回で勉強したぞ。とはいえ、酸素魚雷の酸素ってなんだ？燃料の酸化剤に酸素を使用していたので酸素魚雷と呼ばれた。酸素魚雷だと良いことあるのか？92式酸素魚雷は、イギリス、アメリカその他の魚雷に比べ格段に高性能で、第二次世界大戦終了までこれに匹敵する魚雷は出現しなかった。そんなすごい魚雷だったのか？魚雷はもともと圧搾空気のみを動力とするものだったが、第一次世界大戦頃から圧搾空気で液体燃料を燃やし、これに水を噴射して燃焼ガスと蒸気によってピストンまたはタービンを駆動する形式の熱装魚雷となった。さらに、圧縮空気に変えて酸素を持ってすれば、航行性能が画期的に向上するのは明らかで、各国海軍とも研究したが完成しなかった。しかし、日本海軍のみがこれに成功酸素魚雷を完成させ大きな効果を上げた。まず、何より高速で射程が画期的に大きい。さらにすごいのは、酸素魚雷の排気ガスの成分が、ほぼ炭酸ガスと水蒸気のみとなることだ。
そうなると何がいいんだ？蒸気は湯に及ばず炭酸ガスも海水によく溶けるため、酸素魚雷は雷石をほぼ引かない。つまり、無鉱石魚雷となった。無鉱石？そうだ、航海の跡が残らない魚雷だ。それまでは多量の排気ガスの気泡が魚雷の鉱石に明瞭な白線となって浮かび上がり、魚雷の存在も、撃ってきた方位も露見しやすい欠点があったが、それが解消された。つまり無鉱石だ。どこから飛んできたか方角も存在もわからず、しかも、高速で射程が大きいって最強だ。第二次世界大戦の初期、この魚雷のスペックは連合国側の想定を超えており、その被害を魚雷によるものとは信じなかったという。最強魚雷。そんな93式魚雷の中央部に、乗員のための操縦室などを取り付けたのが回転だ。1.55 トンもの爆薬を積み、命中すれば3万トンの空母も撃沈できる特攻兵器。3万トン級の空母といえば、飛行機を80機、人も3000人乗せることができた当時の主力艦の一つだな。とはいえ、93式魚雷は酸素魚雷という最強魚雷だったら、人を乗せる必要なくないか？いや、酸素魚雷の活躍は長くは続かなかった。日本海軍は優れた光学機器と鍛えた目で米軍が気づく前に攻撃を行うことに自信を持っていたが、アメリカ軍はレーダーを開発。海軍は見えないところから攻撃されるようになる。さらに、加えて日本は制空権を失った。いくら酸素魚雷が、航続距離があるといえども飛行機にはかなわない。魚雷としての性能は終戦まで優れていたが、レーダーと制空権の喪失で、その性能を活かすことができないような環境となってしまったのだ。そんな活躍の場を失った93式魚雷は太平洋戦争末期に、改造され人間魚雷回転となったのだ。魚雷に操縦席をつけたのか？そうだ。魚雷の本体に街灯をかぶせて基地区タンクの間に一人乗りのスペースを作り、簡単な操船装置や調整バルブ、襲撃用の潜望鏡を設けた。まさに人間魚雷だ。人間魚雷。作薬量を 1.5 トンとした場合、最高速度は55キロで 23km の航続力があった。ハッチは内部から開閉可能であったが、脱出装置はなく、一度出撃すれば攻撃の成否に関わらず乗員の命はない。一度、出撃したら終わりか。回転が実戦に投入された当初は、港に停泊している艦船への攻撃、すなわち白地攻撃が行われた。しかし、米軍が回転対策のため、こまめに網を張り、防戦網を展開するようになると、白地攻撃が難しくなる。敵艦艇に突入しようとしても網に引っかかってしまうからだ。そこで、回転による攻撃は水上航行中の船を目標とする作戦に変更された。移動している船に特攻するのか。そうだ。搭乗員は動いている標的を狙うこととなり、潜望鏡測定による困難な計算と想定が要求されるようになった。しかも、回転の母体となっていた93式3型魚雷は実は長時間水中に置くことに適していなかった。仮に母艦が目標を捉え、回転を発進させたとしても水圧で回転内部の燃焼室と気筒が故障しており、エンジンが点火されず点火用の空気だけでスクリューが回り出す冷槽状態に陥ることがあったという。この場合、回転の速力や射程は大幅に低下し、また搭乗員による修理はほぼ不可能であったため、出撃を果たしながら戦果を得ることなく終わる回転が多く出る原因となった。ひどいな。また最初期は潜水艦に艦内からの交通等がなかったため、発進の前に一旦浮上して回転搭乗員を異常させねばならなかった。当然のことながら敵前での浮上は非常に危険が伴う。回転と母潜水艦は電信艦を通じて連絡が可能だったが、一度、交通等に注水すると、浮上しない限り回転搭乗員は母潜水艦に戻れなかった。また、エンジンから発生する一酸化炭素や、高オクタン化のガソリンのシエチル塩などで内部の空気が汚染され、搭乗員がガス中毒を起こす危険があることが分かっていたが、これらに対して根本的な対策は取られなかった。対策、取らなかったのか。潜水艦は潜れば潜るほど爆雷に対して強くなるが、回転の耐圧深度は最大でも80メートルであったため、回転の母艦となる異号潜水艦は、それ以上深く潜航する場合、回転を破損する覚悟が必要であり、敵に発見された場合も水中軌道に重大な制約を受けた。そのためアメリカ側の対潜戦術、兵器の発達と相まって、回転の損害は増え続ける。それでも、戦争最末期に本土決戦が想定された際は、回転も水上艦を母艦とすることが計画され、
海上挺進部隊の熊型軽巡洋艦3番艦北上をはじめとして松型駆逐艦や一等輸送艦が改造された。また局地防衛のため、突撃隊などの沿岸防備部隊にも配備された。回転は、点を巡らし戦局を逆転させることを期待されていたんだな。解説を聞くと、かなり操作が難しそうだな。操作方法は、搭乗員の技量によるところが大きい。手順としては、突入直前に潜望鏡を使用して敵艦の位置速力進行方向を確認。これをもとに射角などを計算して敵艦と回転の進路の未来位置が一点に確実に重なる、すなわち命中するように射角を設定。同時に発射から命中までに要する時間を予測。そして潜望鏡を下ろし、ストップウォッチで時間を計測しながら推測後方で突入する。命中時間を幾分経過しても命中しなかった場合は、再度潜望鏡を上げて索敵と計算を行い、突入を最初からもう一度やり直すという戦法が取られた。特攻兵器の中で、そんな冷静な計算をしなきゃいけなかったのか？推測後方で突入する回転だったが、もう一つ大きな問題があった。なんだ？回転は、航行開始とともに燃料が消費されることで浮力が増加していき、そのまま走行を続けると本体が海上に露呈していく。それを防ぐためには、機体内にある海水タンクに手動で海水を注入しながらバランスを保つ必要があった。つまり、回転の操縦は次の3つの要素で非常に特殊な技能が求められていた。その1、一旦、エンジンが始動し走行し始めると、停止すること、つまり、エンジンを止めることができない。その2、海面方向には回転が海上に露出しないように、海底方向には海底に突っ込まないように操作する。その3、水平方向には、限られた燃料を効率よく使用し目標艦船に正確に近づくため、緻密な計算をする操作が必要。回転の操縦は非常に難しく、訓練中の事故も頻繁に起きた。単に敵に向かって突撃という簡単な操縦というわけにはいかなかったんだな。しかも、作戦海域となる太平洋の干渉は水路が複雑であり、夜間において潜望鏡とジャイロスコープを用いての推測航法で、目標に到達することは十分な訓練を経ても容易ではなかった。当時の搭乗員は回転の操縦についてこう語っていた。操縦するのには6本の手と6つの目がいる。6本の手と6つの目。視界が効かず、しかも走行中にはかなりの油圧がかかるので必ず特眼鏡と呼ばれる小型潜望鏡は引っ込めて潜ることになっていた。そのため水中では見えない走行で自分の位置を知るには海図上の進路に時間と速度の積で計算した距離を記入して現在位置を知るしかなかった。この計算を間違えると潜ったまま島や陸岸に衝突する危険があった。また回転では浮上するときに図上に何があるか知る方法はなく、たまたま浮上したところに船や浮遊物があれば衝突し重大な事故となった。襲撃は全速で突入するのでこの場合の衝撃は極めて大きく搭乗員は全てなくなった。危険すぎる。そんな恐ろしい兵器がなぜ、生まれたんだ？特攻作戦は軍の偉い人が発案して、命令で行かせた、と思われることが多いが、回転の開発に関しては若干22歳の若者の強い信念があった。それがこの若者、黒木博海軍少佐だ。22歳か若すぎる。黒木博少佐は、人間魚雷回転の生みの親として知られている。黒木は1921年に現在の岐阜県下呂市で生まれ、昭和13年1938年に海軍機関学校51期に入学。昭和17年1942年12月に特殊潜航艇の講習員となり、ここで人間が魚雷を操縦して敵艦に体当たりする人間魚雷を発案する。そう黒木こそが、点を巡らし戦局を逆転させる、との思いを込めて、回転という名を使っていた人物だ。点を巡らし。実は、昭和19年当時、特攻作戦は表立っては禁止されていた。帝国海軍で尊敬されている英雄、統合兵八郎元帥がこんな言葉を残していたからだ。決死隊を出すのは良いが、必死隊を出すのはいけない。必死隊。つまり、決意や意気込みとして死を覚悟して戦う決死は良いが、必死作戦はダメだったのだ。だが、潜水艦の乗組員の一人に過ぎなかった黒木が、海軍に伝わるこの価値観をひっくり返す特攻作戦を発案する。必死隊を考え出したということか？とはいえ、黒木も、好き好んで特攻作戦を発案したのではなかった。母親に宛てた手紙に、死がやはり、すでに生命を捧げた軍人でありながら怖く惜しいのです、という素直な気持ちを吐露している。22歳の若者だったら、当然の思いだ。しかし、
決死隊が必死隊にならざる得ない状況が黒木を襲った。ガダルカナルの戦いに敗北し、日本が姿勢に回った1943年昭和18年末、特殊潜水艇工業的搭乗員だった黒木は、戦局が悪化する中、何か画期的な新兵器新戦法はないかと考えていた時に、呉海軍交渉魚雷実験部で出会った後輩、西名関を注意とともに、倉橋島の大浦崎の P 基地で人間魚雷の構想を進めることとなる。二人は93式酸素魚雷を改造した人間魚雷、回転の原型を試作し、自ら中央に結所で請願を行った。これを受けたのは、海軍省軍務局第一課の吉松田中佐と軍令部作戦課潜水艦部員の藤森だった。同年12月28日に藤森から長野宇佐美軍令部総長へこの人間魚雷が上申される。だが、それはいかんな、と明言されて却下されている。黒木が特攻作戦を主張したのは、もはや戦局の挽回が不可能に近い状況だったからだった。敵の執拗な爆雷攻撃に、打つ手虚しく海の木図として散っていく我が軍の潜水艦など、無駄死にとなる戦友たち。作戦を変えなければ、自分たちも戦火なく死んでしまう状況だった。若き黒木は、体当たり作戦で、戦友の無念を晴らしたかったのだ。黒木は回転を実現させるために、決所嘆願を繰り返した。海軍大臣にも直訴。さらに、腹を切って説得しようともした。そこまでして。熱い信念に心を動かされた東京帝国大学教授の平泉清氏の計らいにより、黒木少佐の決所は、高松の宮殿下や大西滝次郎中将をはじめ、海軍上層部の目にするところとなる。やがて黒木という一人の若者の信念が軍上層部の心を動かした。1944年7月初旬、試作兵器3機が完成。同月上旬、サイパン島地上戦で同等守備隊は玉砕。7月10日付で、特殊潜航艇と人間魚雷、海天の訓練研究乗員養成を目的とする第一特別基地隊を編成。黒木と西名も第一特別基地隊に配属された。島田茂太郎軍令部総長は、第一特別基地隊設立の経緯を昭和天皇に上奏する。黒木発案の人間魚雷には、丸六の仮名称が付き、管制本部で担当主務部が定められて特殊緊急実験が開始された。回転は敵艦隊に突っ込む自爆兵器だが、試作段階では万一のことを考えて脱出装置が明示されていた。だが、脱出装置の組み込みは回転の性能を著しく低下させ、実戦部隊が要求する兵器とは程遠いものになるという黒木と西名の強い意志もあり、脱出装置のないまま、1944昭和19年7月下旬に有人試験構想を実施することとなった。人命よりも性能を優先したということか。7月25日、回転試作機の試験が大入発射場で行われた。第一特別基地隊司令部では、兵器として採用するか否かの審議が行われる。採用に関してはいくつか指摘がなされた。指摘の主なものは1酸素エンジンのため、冷装や島内爆発の危険がある。2魚雷を改造したため更新ができない。3火自我推進機の前にあるので旋回半径が大きく、航行間襲撃が困難。厳しい指摘はあったものの、この時期、マリアナ沖海戦、阿呆作戦における潜水艦の被害が判明。潜水艦戦は続行困難とみなされ、同時に特攻への機運が高まっていた。そして、1944年8月1日、米内光政海軍大臣の決裁によって丸六は正式に兵器として採用された。試作で挙げられた問題点は、終戦まで解決されなかったという。問題点を修正する暇もなく、回転を出撃させなければならない状況だったんだな。そして、9月1日、山口県大洲島に黒木、西名が中心となって基地が解体。同月5日より全国から志願して集まった搭乗員たちによる本格的な訓練が開始された。しかし、その訓練2日目に驚くべきことが起こる。一体、何があった？あまりに悲しい事件だが、それは次回だ。気になるぞ。次回は、回転の訓練中に起きた悲劇。そして、人間魚雷回転の乗組員の方の証言も紹介するぞ。次回も、ぜひ、見てほしい。知ってほしい。戦争の悲劇だ。ウプ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録。
どうぞよろしくお願いします。